今週の J2 J3 プレビュー賞は、昇格に向けもう負けられない山形のチーム得点王、首位を迎え撃つ大一番に挑む。一戦一戦勝ちにこだわって全部勝てるようにやっていきたいです。ジェフとの特別な一戦を迎える愛媛の岡本真宏、古巣への思いとは。もう不思議なもので、こう古巣戦っていうのはちょっとワクワクするし、勝ちたいなと、もう純粋に楽しみでしかないというか。さらに J3 からは連勝を目指す長野のキープレイヤーに注目。